はい、2013年度追試験です。2013年度追試験は少し難しいと感じるかもしれませんが、実は客観的に読む練習が非常によくできる問題なので、頑張っていきましょう。さあ、いつもの、読むのではなくて観察する、ね、まさに客観的に文章を読むというのは、できないので観察するんです、ね、客観的に分析をするんです。その時のポイントとして指示語、接続語とは傍線部の言葉の意味、まあ、この順番で確認をしていきましょうということで、さあまず傍線部ですけれども、見るということほど不思議なこともまたとはないと書いてあります。ここの傍線部でまずは当然ね、ところでから文章が始まるんです。これわざと傍線ね、ここ引いてないんです。だけどみんなね、ここは見逃してはいけません。指示語が登場しました、ね、ところでというのは、話題が転換するんです、ね、英語で by the way ってやつです。話題が転換します、ね、なので、実はここね、実際の問題ではここの前にね1ページ文章が続くんです。だけどここでところでと話が一旦展開するので、見るということほど不思議なこともまだとないと。じゃあこの見るということについての説明は前に書いてあるのではなくて後ろに書いてあるってことです、ね、なのでね、前の1ページを全て読んでしまった人は非常に時間を無駄にしたということなんです。なので、傍線部へのじゃあ見る、ね、ここ括弧がついてます、ね、これ多分強調特別な意味があると思うんです、ね、じゃあこの見るということは不思議だ、さあなんでなんでしょうか。まあここではね、じゃあ、接続語、じゃあさっきちょっとここ書いてないけどね、ところでってのが来ました。だから後ろを見たらいいんだなと。でここです、傍線部の言葉の意味、しかも括弧がついてます。どんな意味なんでしょうか、ね、見るっていうとね、まあ普通に使う言葉だと思うんですけれども、どういう意味なのか、ね、それを後ろでじゃあ探せばいいんです。なんで不思議なのかと、夜空を眺める、ね、これ見るってことです、ね、まあ、普通に見るってことの意味が説明されてます。でそれだけの空間だと思って眺めていると。けれども、しかし、はい、来ました。けれども、ね、逆説の接続詞は注意です、ね、この平板に広がってるんじゃなくて違った方向に、ね、何億光年の彼方にと距離もバラバラになっているというんです。普通に空間にあるんじゃないというんです、ね、結局ここ、ね、何とか光年というのは光が届くのにかかる時間、ね、それで数えるというんです。つまり、はい、これもまとめです。言い換え、距離が光の速度を基準に時間に換算されてるって書いてあります、うん、だ空間じゃないっていうんです、ね、光のその速度でね、それを基準に時間に換算されてるものだと、うん、だから我々が今目にするのは星のそれだけ昔の姿なんだって言ってます、ね、なので普通の空間を見るのとは違うんだと、ね、光のその昔の姿を見ている、ね、だから不思議なんだってことなんです。なので問いの2番の答えはここです、ね、目に映る光景を今確かに存在している宇宙と見てしまうと、ね、これが正解でした。